んかこれって醤油ですか？お腹空いてるので食べに行きます。ここにしますか？かわいい。あ、ここも小屋。あ、ここ10時までですよね。はい、じゃあもう生にします。生ビール、生ビール。これ初めてだわ。あ、これうまそう。ネギトロかサーモンか、漬けマグロか桜えび。どうでしょうか。港で茹でる。あ、でかいままで茹でて。あ、生はね、うん、甘い普通に釜揚げの方が食べやすいから。だから良かったですね、釜揚げ。なんかこうやってだんだん最近、うん、食べたことないものとかも食べたり、うん、はい、まあそうだね。これも新鮮です。新鮮って言うんですか。キッチンの、うん、ここ別々、はいはい、別々なので。そうだね、初めて。日本の干物食べたことないでしょ。はい、ないです。それは明日食べる。明日買って、で、男のお家で。うーん、たこ焼きもありますよね。さっきのエビの、あ、このエビのたこ焼き気になります。ありがとうございます。これは手で食べるんですよ。あるよ、これめっちゃうまそう。初めて。タレが美味しい。はいはいはい、これ醤油ですか？うん、うわ、ちょっと甘いね。うん、甘い醤油。もう一本抜いてやるか。なんか普通の、うん、醤油だったら、うん、食べれない、食べれなかったかもしれないです。あ、もう、うん、これタレが美味しい。ね、ちょっと。本当に一緒に切ってよかったです。なんか自分一人だと食べるのがちょっと心配で、絶対サーモンと思ったんですけど、何のやつ、はい、慣れてるサーモン。お兄さん、はいはい、お腹空いてる。しいたけって言いますか。しいたけ、しいたけ、これ、あ、しらす、あ、しらす。もう一個食べれる。終わりました。、うん、すみません、はい、なんかこれって醤油ですか？お醤油です。すごく美味しくて。だし醤油。うん、そう、だし醤油。だからいっぱいかけても、はい、辛みがね、うん、醤油すごく合います。この海鮮に、
はい、これ2箱でかないかもし混ぜて食べれると混ぜ混ぜ効果あるんじゃないですか。はいはい、そうですね。このままこのままで、やっぱ海近いので、うん、海鮮がうまいです。そう、うん、そうだね。魚も美味しいし。ありがとうございます。わあ、ここや、あ、ここ知事までですよね。はい、あ、美味しかったです。本当に美味しかった。え、ここ、いい雰囲気。海見てから海うまそう。海見てから来ましょう。お、なんか日本酒バーってなんかいい雰囲気です、ね。そう、熱海はこうなんか外で食べれる。うわ。でもリンプさんです。リンプ？リンプさん。私の中が。これもう。まあ赤ちゃんが。三ヶ月。ちょっと甘くて。わ、食べた。何の店？おお、こういうところに喫茶店。今の時間は4時21分です。わあ。え？あ、全然。まずここ。わあ。何食べに行きますか？浜焼き。浜焼きって何ですか？ホタテとか。ああ、そこ、締めラーメン。締めラーメン、締めラーメン、帰りに締めラーメン食べれる。本町。お、なんかいい感じの、お、ラーメン。温泉が流れてる。温泉が流れてる。韓国のお店です。あ、本当だ。何やった？ペゴパヨ、韓国料理。韓国料理って意味？はい、あ、ペゴパヨはお腹空いたので。ペゴパヨ。これもし時間のあれですか？そうだね、時間。あ、東京と違います。まあ、そう、ちょっと違う。あ、場所によって違う。あ、チャパゲッティ。なんでチャパゲッティが。チャパゲッティ。チャパゲッティ。チャパゲッティって何？あの韓国のあのパラサイトの。ああ、そうだね。